今回はこちらの空間、皆さん覚えていますか？今年の4月にオープンした僕の地元のスターバックスカフェを併設した市立図書館なんですけど、こちらのね、植栽を担当させていただきました。だいたい9ヶ月ぐらい経ちましたけど、今植物たちどんな状態になっているか少しね、皆さんご覧ください。ほとんどの植栽はね、オープン当初のままになっています。こちらはアイビー、どうですか？いい感じに伸びてますね。そしてこちらはセロームちゃん、とても生き生きしています。本棚にもね、こうやってグリーンが一つずつ入るだけで随分雰囲気が変わりますよね。ペペロミアです。可愛いですよね。こちらの植物たちはね、定期的に季節に合わせて入れ替えていますけど、今は温かみを出すためにだいたい丸い葉っぱを中心に置いています。この植物はブラッサイアですね。とても乾燥に強いですけど、下葉にクロトンを寄せ植えしてあります。赤みがある植物が入るとね、やはり冬は暖かく感じます。そしてこちらはウンベラータです。夏の間はね、こちらはフェニックスロベレニーが設置してありましたけど、先月ね、ウンベラータに交換しました。そしてこちらはベンガルゴムです。とてもね、乾燥に強いので育てやすいんですけど、この辺の植物たちはお客様に触れる可能性もあるので、特にね、丸い葉っぱを意識して設置しています。はい、こちらはシーグレープですね。ウッド調の鉢カバーとね、とっても可愛らしくて、周りの雰囲気ともね、合っていると思いませんか？はい、そして本棚の片隅でひときわ目を引くのはアルテシマとティネケの寄せ植えです。これはゴージャスですよ。はい、こちらには特大のアレカヤシが先日まで設置してありましたが、これは南洋杉です。皆さん沖縄の動画で見ましたよね。クリスマスっぽくていい感じでしょう。それでは最後に奥のスペシャルゾーンに行ってみましょう。あの植物たちが待ち受けてくれますよ。こちらはマングーカズラ。はい、見えてきました。この図書館の名物、この周りで新聞やね、お勉強をする人たちが毎日たくさん溢れています。ほとんどあの時と状態変わらずのままなんですけど、小鉢なんかはね、ところどころ入れ替えて、最近は温かみを出すためにアンスリウムなんかね、入れてみてます。すべて生の植物で構成されているので、雰囲気もですけど、やっぱりね、癒しリラックスの効果もあるのか、このスペース朝一で皆さん取り合いになってるみたいです。いかがでしたでしょうか。今回は熊本県宇城市にあるスターバックスカフェを併設した蔦屋市立図書館、美味しいカフェを飲みながら勉強や本を読んだり、そして楽しい話ができるとっ
っても素敵な空間になっています。僕たちの緑もね、その空間を楽しませる手助けをしていますので、ぜひ皆さん一度いらしてみてください。